みなさんこんにちは。お金とスピリチュアルのようこジェーヌでございます。いつもご視聴本当にありがとうございます。ちょっとね、頑張ってね、今年はね、 YouTube 張り切ってやっていくね。よかったら応援してください。で、私の元にぜひ会いに来てください。今年はなんかいろんなちょっとこう企画をやろうかなと思っているの。なので、あの、まずね、一発目1月24日、この本当に爆速で願いが叶うマンダーズセミナーやります。これマンダーズって言われてもちょっとなんなんって思うと思うんだけど、もうみんなね、やっぱ妄想力、妄想が大事とか、この願いを叶えるのってさ、すごくこの引き寄せ力っていうのも必要って言うじゃない。みんな多分そこはもう分かってると思うの。でもね、何が足りないかっていうとね、もうそれをね、願いをね、ちゃんとね、可視化させる能力が足りないんですよ。私も。能力っていうとちょっとこう、すごく嫌な言い方になっちゃうかしら。だけどね、みんなね、可視化できないんだよね。で、やるやる詐欺になっちゃうのよ。みんな家でやらないじゃない。やってねって言ってもやらないんですよ。もう絶対やってねって言ってもやらないんですよ。で、YouTube でこうやって勉強しようねって言ってもやらないんですよ。でもみんなね、ちょっと一つ聞いてほしいのが、成功する人とかってどんな人だと思う？夢を叶えてる人ってどんな人だと思いますか？これね、みんなもう分かってるんですよ。成功する人はどんな人か、夢を叶える人はどんな人か、理想を叶えてる人っていうのはどういう生き方をしてるのかっていうこと、みんなもう分かってるんですよ。でもやらないの。なんで？ Why Japanese people ですよ。いや、ほんとね、みんなやらないんだよね。で、やっぱりね、私、なんでこうやってね、好きなものが好きなだけ買えるようになったのか。なんで、こうやって自由な時間が持てるようになったのか。なんでこう周りに協力者ばっかり現れてきてるのか。なんで夫の事業がどん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 うまくいってるのか。なんで買えば買うほど豊かになっていくのか。この法則、みんな知りたくないですか？で、これ実はね、もう私もう30年以上前に生み出してた法則なんです。でも私ちゃんとね、実績が積めないとみんなに言いたくなかったんです。なぜなら、やっぱ嘘つきになりたくなかったから。人生かけて本当にいいことしか言いたくなかった。だから人生かけてずっと実験やってたんですよ。もう検証と仮説と検証、仮説と検証ずっとやってた。なぜなら、私本当にこの、これ能力と言って最近いいって言われてるから、もう能力として言わせていただくと、あの、未来が見えるんですよ。どういう風になっていくか、で、何が必要か、どういう世の中になっていくかっていうのが、少しだけね、皆さんより少しだけ見えるんです。で、皆さんの持ってるエネルギーとか、この人はこういうところが少しもう少し良くなるともっとこうなるとか、なんか具体的にね、そういうところが見えたりとかもする。だけどみんなそういう未来が見えるとか言うとさ、なんかすごい超能力者みたいな感じで思うじゃない。で、私もこれなんかもうほら、ちっちゃい時からだから分かんなかったんだよ。その自分がこれが能力なのか何なのか。でも分かっちゃうんです。この人の人生こうなるだろうなとか、この人の人生ここら辺だろうなとか、この人めっちゃ頑張りそうだなとか、この人ここまで行くなとか、残念ながら分かるんだよね。だけど実はね、みんなも分かってるんですよ。分かってるの。みんな分かってるんです。なぜなら、さっきの質問、成功する人はどんな人ですか、夢を叶える人はどんな人ですか、理想の生き方をしている人はどういう人ですか、どういうマインドを持っていればあなたは成功すると思いますかってね、もうみんな分かってるの。だから私、これ特別な能力じゃないんですよ。みんなできるんです。でもこの未来が読める力とか、未来が少し見えてしまう力っていうのは、ずっとこのね、何十年間、自分がちっちゃい時から8歳
ぐらいだったんだよね。私あの神社でいつも遊んでる子供だったので、小学校ランドセルを家に置いては神社に行って履き階段をね履いたりとか掃除をしてる変ななんか変わった子供だったんですよ。でその時から神様と対話することになって、でこれ言うとちょっとさすごいスピっちゃうかもしんないんだけどね、だけどそこから啓示が降りてくるの。こうなったらこうだよ、こうしたらいいよ、こうだよって具体的に言ってくれる時もあれば、なんかそのままなんかこう無言の時もあるんだけど、なんかそういうのを経てね、自分はその通りに生きてみようと、なんかそのこのままで生きてみようっていう自分とね、ここのこの現実の自分とこっち側の未来のちょっと前に行ってるこのもう一人の自分とのここの相反するもので悩んだりしてたんですよ。こうなるのになんでこうなんみたいな。でもやっぱそれをやっぱこの普通にこの世の中で生きてる人にこうやんって言ってもやっぱ伝わんないんだよ。だからなんか別にそれはもう伝える必要ないんだなって思ったので、やっぱりその人が経験しないとわからないことがあるじゃない。だから私はもうやめようと思ってそういうのを言うのはね、でも去年ぐらいまでね結構おせっかい焼いてましたね。それをおせっかいというのか、ちゃんと的確なアドバイスって思ってもらえるのかは受け取る方の器量次第って感じなんだけど、私はやっぱりそうやって見えてるもの、そうやってあなたのこの守護霊というかなんかね、エネルギーが言ってんだよね。なんかそれをただ伝えてこうしたらいいよって言ってるだけなんだけど、やっぱりねそれは相手の受け取り力の問題というか、受け取り力によって私がやったことがありがたいって言ってもらったりとか、嫌だなって思ってもらう、それはなんかいろんな感じ方があっていいのかなって思ってます。で今日はそのね、まあ、これからさ今年はこのお金とスピリチュアルっていうのに特化していっぱい話していきたいなって思ってるので、1回目は何だっけ、1回目何喋ってたっけ、1回目あれか、エネルギー、その器をねやっぱちょっとずつ広げていかないとエネルギー、お金持ちのマインドにはなれないよ、お金持ちのエネルギーはまとえないよっていう話を少しだけさせてもらったんだけど、今日どうしようかな。今日はね私去年インスタで100本ノックをやってたんですよ。でそれのね続きをちょっとインスタじゃなくて YouTube でもしていきたいなって思ってて、で今日はねこの人生設計をするっていう話を少しだけさせてもらおうかなと思います。でこれね、さっきのちょっと冒頭の話にもちょっと通じるというかちょっと似てるんだけども、この人生設計っていうのをね皆さんねしていない人があまりにも多すぎる。でいつになったらあなた自立するのって思う人も多すぎる。でやっぱりね、自立っていうのは自分軸で生きるってことなんですよ。なのでいい年してね、親からお金いただいてたりとか、いい年してお母さんたちにね、自分のご両親とかにね、ずっとずっとご馳走してもらってたりとかしてないですか。もうね、いい加減しなきゃダメだよ。でずっとね、で親も親って急に怒り始める。ごめん、ちょっと聞いて、やっぱね私そこだと思うんだよ。自分で生きるってちゃんと覚悟してよ、みんな。本当にこれがね、自分設計の、自分の人生の人生設計なんですよ。でやっぱりね、そこができてない人っていうのは絶対にね拡大しない、断言する。だから今すぐね、親にね甘えるのやめてください。なんなら親をちゃんと楽させてあげても、30、20過ぎたら。ほんまにそうよ。なんかね、やっぱね、みんな甘んぬるい人がもう多すぎてさ、いや甘えれるって幸せだからね。で親もやっぱ甘えてもらって親の威厳を保ってるから、親も自立してないんですよ結局。ちょっとごめんね、頭痛い、すいません、強い言葉だと思う、めちゃくちゃ強い言葉だと思う。だけどね、やっぱりね、人生設計するってそういうところなんですよ。で私は結構自立心がすごい昔から強かったので、もう18で家出てから、まあ、もちろん学費は出してもらいました。でも全部自分でやってきました。相談も一切してない。
で、なんならもう働いてからずっと親にお金返して、で、なんなら会社の BMW もプレゼントして、で、なんならずっと月もお金あげて、で、なんならベビーシッターみたいな感じでうちの子供が生まれた時ずっと手伝ってもらってたから月35万円以上あげてました。ずっとで来てもらったら京都から東京全部ね、新幹線代グリーン車です、全部グリーン車で来てもらって、で滞在費の金額すべて出させていただいて、でお洋服とかなんかちょっとこうカバンとかちょいちょいプレゼントさせてもらってね、してました。だから自分に投資してもらった分はもう十分返せたと私は思ってる。でもね、これがねいいか悪いか別にして、まあ親っていうのは子供が子供らしくいてほしい、そして自分を頼ってもらいたいって思ってるんですよ。だからね、今思ったら私は両親に対してちょっと自立しすぎたんだなって思ってます。なんだろう、話をね、やっぱりもう自分でずっと生きてきちゃってるもんだからさ、なんか相談もしなかったし自分で全部決めてきたし、なので可愛げがない子供だったんだろうなって思います。でずっとずっとこうプレゼントとかお金とかあげてても、なんか、やっぱ親としては嬉しい反面、なんだろうね、なんかもう子供がさ自分の上を行ってるもんだから、なんかちょっとこう複雑な気持ちはあったのかなって今なら思います。でもね、私は親である子供であるってやっぱりそれはね、自立心を妨げてると思うんだよ。で本当にねいいと思うよ、甘えられる人がいるっていうのはとってもいいことだし、もちろんね親もね、あなたが甘えることによってすごく救われてる部分ってあると思うんですよ。でもここのチャンネルではお金とスピリチュアルっていう部分を伝えさせてもらってるチャンネルではやっぱりね、自分が与える側にいなきゃダメなの、絶対的に。やっぱりずっと親に甘えてたりとか、いくつになってもずっとずっとね補助してもらってる人たちっていうのはもうね、それ以上いけないよって自分でもうそこをね認めちゃってるわけだから。だからさ、もう二十歳そこそこだったらまだいいかもしんないけど、30、40にもなってさ、親のすねかじんのよ、マジでやめなよ、ほんとダメだって、みっともないって。私そういう人ほんとあんま好きじゃないんだよね、ごめん毒を吐きましたが。でもやっぱりね、これは私だけの観点で言ってるんじゃなくって、あなたが本当の意味でね自分の人生を生きるっていうところに焦点当ててほしいの。じゃあやっぱりね、自分で責任取れる金額、自分で責任取れる金額以上のことはあなたの身の回りには絶対に起こらないの。だからね、もうねちゃんとするって決めよう。もうね、やっぱりね30、40にもなって、もしかしたら50、60でもね親のすねかじってる人はいるかもしんない。もうやめましょう、もうやめるって決めてください、今年。そしたらあなたは拡大するよ、もっともっと。で、なんならご両親にね、今までありがとうっつって今度は与える側になってあげてください。それが一番の親孝行だって。で親もやっぱりね、子供がそうやって自立しようとしてる時はちゃんとねもう離してね、手を離すんですよ。やっぱりね、親と子って仲良し子良しでもいいんだけど、私は仲良し子良しっていうものよりもやっぱりとっつきにくかったりとか、親である以上そこに学びがあるので、何か学ぶ人たちなんですよ、お互いね。だから今やっぱ仲良し親子とかも流行ってるしさ、なんかそっちの方がなんかこう世間的にもいいのかなって思ってる人もいると思うの。だけどね、本当の学びっていうのは
仲良し親子、仲良し子良しの親子関係では決して学びは来ないです。うん。だからね、思うんだよね。やっぱり家その実家がね居心地いいとみんな自立しようとしない。だってそらさ、ご飯も出してくれるし、温かいお家あるし、掃除洗濯してくれるし、最高じゃん。ね？だからみんなさ、親のことを考えてないんだよね。じゃあ誰がさ、それさ、全部やってんのよ。光熱費誰が出してんのよ。ね？忙しい時間、誰が仕事作ってんのよ。あんたたちなんだって。本当に。ダメだって。やっぱもうさ、ご両親休ませてあげてほしい。これね、本当に結構言葉強く言ってますけど、本当に多いんですよね。なんかうちの親戚の中にも、もうずっとやっぱり親のすねかじってさ、なんか、やってる人もいたりとか、なんかいいんだけどね、そのお互いがいいと思ってやってんだから別に私もそこに口挟んであるはしてないんだけど、やっぱりね、その人たちっていうのは拡大してるのかなっていうと拡大してないよね。で、まあそこが人生の目的というか、もうそこで自分の天井になってるから、まあ、きっとどうこうしたいっていう気持ちもないんだろうしね。だけどやっぱりね、このチャンネル見てる人っていうのはきっと何かしらさ、夢とかさ、こうなりたいとか理想の自分があったりとかするじゃない。だからね、もしその理想の自分があってまだね、ご両親に甘えてる人はもうね、今年でそれ全部やめようって一回決めてみて。ゼロにしなくていいよ。まずは例えば3分の1だけとかでもいいし、ちょっとずつ減らすでもいいし、だけど何かね、ただの甘えじゃなくって変化をね、ちょっとやってみようよ。ね、親も親だよ。このチャンネル親として見てる人もいるかもしれない。親もね、親の立場っていうのは子供を自立させることなんですよ。やっぱり仲良し子良しで、いつでもおいで、帰っておいで、いいよいいよっていうような親子関係では子供っていうのは心の成長は絶対しません。なんなら毛嫌いされるぐらいの存在でいいんだって。あのお母さんうるさいな、あのお父さんうるさいなって、もうこいつら絶対超えてやるって、それぐらいね、子供にムカつかせなよ。だから子供のね、ことばっか聞いてたらダメなんだって。嫌われたくない？子供に。子供にさ、甘やかして何が残るの？あなたは先に死ぬんだよ。狼は子供を群れから一回さ、崖からね、突き落とすよね。やっぱ人間もね、私はそれぐらい厳しさってすごく必要だと思う。で、今はやっぱりもう風の時代で、そんななんかこう厳しいこと言ってるとみんな毛嫌いしちゃってさ、なんか消えちゃってる、消えていくのかもしれないけど、私は風の時代であれ、時代が移りゆくにあってもね、やっぱり人間のこの基盤というか心の土台っていうのは決して変わらないと思ってます。だから親子関係で悩む人って結構いるんだけど、親子関係で悩めてるってね、ものすごくね、自分の魂が光り輝く原石になるんですよ。なんか親子関係でね、悩まないっていうのも、やっぱり、なんか、それはそれでね、やっぱ違うところで学びが来ると思うよ。他者との関係とかね、自分ちがいいがあまりに他人との関係性が分からなくなったりとか。だからね、それはね、バランス取ってるので。だけど、親子関係、家族間であったり、問題をたくさん抱えている人っていうのは、必ずね、そこに学びがあるんですよ。だから、
今はそうやって風潮的にさ、なんか家族たるもの仲良しがいいとか、そういうなんか感じじゃない。でもね、決してそうじゃないよっていうのを私から伝えときたいなと思います。そこに学びがあるから、絶対に。で、それはやっぱり自分の心の自立と自分軸で生きるっていう厳しさを持つっていう、自分の中の確固たる芯が芽生えてる証拠なんですよ、その問題が起きてるっていうのは。だからね、どうぞ堂々とね、堂々としてて。だからそんな周りとね、他人とね、比較する必要なんてないし、あなたにはあなたの家族のあり方がある、あなたにはあなたの両親との関係がある。でももし甘えてる人がいたら、お互いね、子供は子供、親は親の、そのお互いの立場で甘ったれになってたらね、甘ったれだよ、甘ったれ。優しいんじゃないそれ、甘ったれだから。甘ったれになってるようだったらもうやめな、やめな、やめてください。もうやっぱり私は、人間たるもの心の成長をなくして心、人間成長はないと思ってるので、やっぱりね、心をね、みんな磨いていこうよ。で、成長ってそういうところだから、で、心を磨いていくんですよ。でも心を磨くって一番難しい。ダイエットとか、例えばビジネスとかね、だったら分かりやすいじゃない。お金、ビジネスだったら数字が分かりやすい、ダイエットだったら体重が分かりやすかったり、見た目、筋肉量、全部数字で分かる。でも心って分かんないじゃない。心を鍛えなさいって言われたって、心を強くしようって言われたって、自分はどれぐらいの数値なのかなって、どこ判断、誰判断になるからさ、やっぱ分からないよね。だけどね、自分が分かってるから、そこの確固たる部分っていう、その心の在り方っていうのもこのチャンネルでは伝えていきます。だから厳しい言葉も時々出てくるかもしれないけど、私は自分の中にあるんです、もう芯がバチッと、考え方の芯がバチッとあるんです。だから全て答えられます。うん、だからね、甘ったれじゃなくってね、自分の人生自分で歩んでいくっていうところを決めて、この2024年は覚醒する1年なんですよ。たくさんの人が覚醒していくと思うよ、本当に。だからこのね、チャンネルを見てくれてる方から、覚醒したよとか、こうなったよっていう言葉が聞けるのを心から楽しみにして毎日過ごしたいなと思います。今日もありがとうございました。 よければね、チャンネル登録と、LINE 登録、概要欄に載ってますので、 LINE 登録、そして Instagram の登録もぜひよろしくお願いします。ではまたね、いつもありがとう、バイバーイ。